はいどうもこんにちは、ブレブレゲームスへようこそ。本日の動画は武将との決議レベルを簡単に最大にする方法を紹介していきたいと思います。決議レベル、友情度を上げることで武将ごとのオリジナル装備を入手することが可能なので、よかったら最後まで見ていってください。自分はね、決議レベル全て義兄弟にしています。義兄弟にすることで配達物から装備をめちゃくちゃ入手することが可能なので、皆さんもね、ぜひトライしてみてください。ではね、本編いってみましょう。まず前提として友情度を上げるには公儀の支配を使うか、一緒に戦ってマップを攻略していくかになります。プレイしていて皆さんも思いますよね、一緒にマップを回っていても全然友情度上がらないって。圧倒的に支配を手に入れる方が簡単なので、そちらをね、早速紹介していきたいと思います。ブレブレゲームズではゲームの紹介攻略動画を上げていますので、よかったらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。なんで行きましょう。周回するマップは第6節の修学王兵です。前半の船のマップでも稼げるのですが、こちらが最速となります。ではね、支配の場所までダッシュしていきましょう。まず始まりましたら橋を越えて渡ってください。そうするとね、水たまりがあると思うんですが、こちらをね、抜けていきます。で、目の前に敵いると思うんですが、まあこちらはね、気づかないのでそのままスルーして大丈夫です。で、奥まで行って突き当たりにまで行ったら、この船にね、ジャンプしてください。ここで、ね、道なりにね、どんどん進んでいきます。ここはジャンプしなくても特に落ちることはないので、そのままダッシュしてもらって大丈夫です。そしたらね、船の中に入りましょう。で、敵がいるんですが、こいつはね、結構攻撃当たることがあるので注意してください。で、こう降りて船もう一段渡って、ここにね、主牌があります。で、2個ね、入手することが可能ですね。そしたら水に落ちるとこちらの HP がほぼゼロになるので、あとは敵に殺してもらうっていう感じですね。そうすると最初の軍機に戻ってくると思いますので、周回する方は移動で同じミッションを選んでください。先ほどの支配は失うことはないです。続いてはさらに高速で周回していきたいと思います。水属性の足が速くなるものをかけてください。ここでもね、一度かけ直します。この足速くなる戦術めちゃくちゃいいですよね。周回向きに開発されたんでしょうね。で、ここでもかけ直します。で、ここダッシュしてってルートは同じですね。で、ここからかけ直すと結構事故ることが多かったので、ここからはかけずに駆け巡ることをお勧めします。で、ここまで来るとあとはね、主牌を取って、先ほどと同じですね、水に飛び込んで死ぬだけになります。ここからは何個主牌が必要になるのか検証していきたいと思います。レベル1の決議をね、上げていきたいと思いますね。1個目、2個目、3個目、4個目、5個目で義兄弟になる。つまり1武将あたり5個支配が必要ということですね。手に入れたい装備の武将分だけか、全員上げたい場合は全員分かける5個必要ということです。私はこの方法で1時間ほどで全部の武将の友情度を上げられたので、進行度によると思いますが、目安として見てください。今回の動画が参考になったよという方はね、グッドボタンもよろしくお願いします。ブレブレゲームズでした。